こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、この事業者向けビザカード SMBC カードができました。これ先月セルフバックで22,500円もらえるっていうんでね、年会費無料ですしね、これ作ってみたんですけども、これで22,500円もらえるんですよ。手続き非常に簡単でした。セルフバック先月のだったんで、今でも生きてるかどうか分かりませんけども、もしよろしかったらね、あの A8 ネットで探してみてください。ちょっと私 URL を検索するところまで行ってないんですけども、以前ね、これ1月に紹介した動画の中では、まあ、全然使いましたんで、多くの方がエントリーしたと思います。で、結局こうやって、1ヶ月もせずにね、スムーズにカードができまして、だから2週間ぐらいかな、3週間ぐらいですかね、書類を送って受け取ってみたいな感じで、今日こうやってね、郵便局から内容証明が来まして、めでたくカードと、あとね、ETC カードも来ましたね。ETC カードで、両方でできましたということでございます。でね、利用限度額300万をいただけてますね。ありがたいことに。まあ、信用が300万あったということだと思いますけども、私もついにここまで来たかなと。カードなんてね、全然作れない時代から、40歳を迎えて、結構ね、40代の前半は、いろんなカードが作れなくって不自由したんですけども、徐々にね、なんか信用回復してきて、最近はスムーズにこうやってカードも作れるようになりまして、ただまあ作りすぎないようにしないといけないかなっていうのと、こうやってね、報酬目当てで作ったカードっていうのは、まあある程度したら解約していかないといけないかなってことですね。で、ETC カードも随分増えましたね。以前 ETC カードって、その年間維持費がかかっていたんですけども、今はね、どちらかというと、もうとりあえず使ってくれってことで強制的につけてくれるんですよね。まあそれもまあありがたいことだと思いますが、まあ車はね、そんなにありませんので、 ETC カードね、そんなにいっぱいあってもしょうがないですよね。うん、そうですね。まあでもこうやってカードを作るだけでお金がもらえる時代になったってことなんですよ。これもう10年前からずっと言ってますけどもね。それでもカードを作らない人がいるし、まあカードを作ればいいってもんではないんですけども、まあなんかこのカードでお金をもらえるっていうのは、セルフバック業界、ポイント業界、もうずっと不動ですよね。他のはどんどんなくなっていったりとか、報酬下がったりするんですけども、カードだけはずっとあるし、報酬が高いままだし、本当に金融っていうのがどのぐらいお金を生み出しているのかっていうのと、もっと言えばですね、このカードの利用者さんから、会員さんから、どれだけ手数料を踏んだくってるのかということが分かるようなね、まあ、そんな一件でございました。だってカードを作るだけで2万とかね、3万とか払える余力があるってことは、カードを利用している人から何がしかの手数料をまあいただいてですね、だからこそカードを作る人をもっと増やしたいんでしょうね。ざっくり言うとこんな感じですよ。カードを作ってくださってる人の中から大きな利益を回収してるから、カードを持ってる母数をもっともっと増やしたいわけですよ。そのための先行投資として2万3万払うのはへっちゃらだってことなんですよね。まあ、ですので私はカードを作ってそのまま離脱するだけなんで、損はないと思いますけども、カードを作ったらそのカードを使ってね、まあ、いろんな不利益な商品購入とかビジネスをさせられてる人がいるっていう裏返しでしょうね、これはね。だからカードを使ってる人の中でものすごい負担を強いられてる人と、でちょっとの利益で離脱する一部の方がいるっていう、こういう風な二層構造になってるんじゃないかなと思うんですね。まあこれはそういう仕組みですから仕方がないですね。どっちの仕組みに乗るかですよね。はい、じゃあ今回もカードを作って報酬楽々ゲットでございました。皆さんもね、こういった情報、毎月3万円っていうコーナーで速稼塾では毎月毎月こうやってね、なんかいいネタをお送りしたいと思いますんで、お付き合いくださいませ。いいネタね、カードばっかりじゃなくて他のもありますからね。まあ、ご期待ください。では。